こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。それでは今日もまず20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それでは41回目の専門の句を見ていきます。今日はアルガン油についての説問です。161本目、リノール酸が主な脂肪酸である。これはペケですね。アルガン油はオレイン酸を主な脂肪酸とします。162本目、ガンマリノレン酸を多く含む。これもペケですね。 ガンマリの連酸は月味草油に含まれる特徴成分になります。163本目、アルガンツリーを低温圧搾して得られる。これが丸になります。164本目、抗酸化作用は低い。アルガン油というのはビタミン E を多く含みますから、抗酸化作用の強い油脂になります。 ですから164本目もペケになります今日見たアルガン油というのは2020年6月改訂版のテキストから AEAJ の指定する油性機材に加えられました確かに抗酸化作用のある非常に良い油脂だとは思いますけど何分ねちょっと 希少な植物から取られますので値段が高いんですよね。ですから私はあまりトリートメントでは使ったことがありません。ぜひ皆さんが抗酸化作用を目的として使う油脂としてはまあ非常にね優れた油脂だと思いますのでぜひご自分でお試しください。はい、今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。 私のブログ、男だってアロマだがやでは AEAJ の資格試験に関する最新の情報を掲載しておりますので、読者登録をよろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。